沼トークということで、最近暖かくなってきたね。もうほんと寒いのがねめちゃめちゃ苦手なんでね、まあ、助かってますわ。なんつってね、前回の続きね、俺がたくさん引っ越して住んだ町のエピソード的なねことを話そうかななんて思いますけど、まあちょっとね、その前に、これって、田舎暮らしをしようっていうさ、去年の結構夏ぐらいからの流れのあれなんだけど、まあ、それの番外編が続いてるという認識でよろしいでしょうか。まあ、気にしてる人はいないと思うんだけど、なんとなく俺的には気になっちゃってね。そう、それでまあ、今現在はね、まあ、ある程度引っ越して、スタジオもできて、まあ、落ち着いてっていう感じなんだけど、まあ、それの、まあ、番外編で、こういう話をしてるという、ね、流れなんだけど、で、まあ、このね、こういう話をしているとさ、まあ、すごくもう、何十年もね、前の話を思い出したりとか、なんちゃったりしててさ、で、結構ね、面白い話をね、ちょっと思い出したん ですよ。そう。じゃ、まあ、それはまあ、ちょっと、まあ、今回ね、話すんだけど、まあ、後で話すとして、まあ、ちょっと、まあ、あまり、面白いエピソードがないところもちょいちょいあるんで、まあ、そこら辺をちょっと飛ばしていきましょう。前回、高田馬場で、新井薬師って、行きましたけど、で、次は、また、西武新宿線つながりですね。中井ですね。馬場、下落合。で、次が中井。確かね。そんな感じだった。で、この中井はですね、当時、料理のね、一緒に働いてた先輩のうちにお世話になったって感じね。そうです。まあ、金もなかったし、そう、物件探すのもね、ちょっと大変だった時期だったんで、って感じで、なんかその先輩のうちにお世話になったっていう感じだったような気がするな。でも結構長くいたね、ここも。そう、長くいたし、同じ沿線でね、伊予木ってとこもあるんだけど、この伊予木ってとこにも、同じとこで働いてる先輩がいて、この中井と伊予木によく、行き来してっていうか、まるで自分の家かのように いましたね。合鍵もらったりとかして。そう。休みがバラバラだったりしたから、でも結構楽しかったですよ。で、中井伊予木ときてですね、あと、まあ、かなりちょっとね、離れるんだけど、小田急線の千歳烏山。ここにまあ、ここはね、何の友達だったんだっけかな。これはね、高校の同級生の、が、なんか大学に進学したやつがいて、その大学の、でできた友達と、俺が結構仲良くなって、で、そこもね、よく行ってたの。で、この、だから、中井伊予木烏山っていうのはね、結構、行き来した、1年ぐらいかな。よく行ってたね。で、まあね、中井だけど、中井は住宅地って感じ。でしたね。取り立てて中井で遊んだりとかしてなかったね。伊予木もそんな感じだったね。でね、この烏山、千歳烏山ですね。ここはね、なかなか面白い街でね、結構当時から、なんて言ったらいいんだろう。インディーズの飲み屋さんっていうかね、そういうのもたくさんあったりとかして。でね、縁があって最近もよく行くのよ。やっぱりね、ご飯屋さんとか飲み屋さんなんかは、結構小粒でいい感じのお店が多いですね。結構烏山はなかなかいいかもしれない。ですね。って感じ。
で、次からはね、結構、なんて言ったらいいんだろう、いろいろエピソードが多い町になっていくんだけど、まあ、新宿関係ですね。新宿関係。新宿ザメですよ。で、まあね、ちょっと、その前にね、面白いね、話がある。思い出した話があるのよ。これね、結構滑らない話だと思う。滑らなかったしね。まあ、そういう、構えないで聞いてほしいんだけど、これね、よく普通に、これは滑れない話だよとか、こう、調子よくさ、笑いを取れるような、そういうようなさ、こう、おしゃべり上手な人間じゃないから、こう、あんまりこう自分からあんま話せないんだけど、こう、酒の席とかではさ、お酒の席とかでもね、話せないんだけど、まあ、例えば二次会だったりとか、あとは、どっかの地方で部屋飲みしてるとかで、俺がよく話してた話。なんて言ったらいいの？ちょっと神秘的な、スピリチュアル系ではないんだけど、そういうスピ系とか、なんちゃらはんちゃらでもないんだけど、こう、なんかこう、同じメンバーでずっと飲んでて、例えば10人で飲んでて、で、1人減り、2人減りとかで、で、3、4人になって部屋飲みになりました、みたいになって、で、それで、その時ってちょっと、こう、ね、多少、うちみりした話にもなり、で、その後はなんかこう、ちょっと、怖い話でもないけどさ、なんとなくそういう風に流れる時があって、そういう時に必ず話すと、外さなかった話があります。で、これをちょっと話すね。俺がね、実体験よ。俺が、高校生の時に、高校、確かね、2年か3年の時に、同じクラスの、まあ、名前は、まあ、ちょっと伏せるけど、N 村くんっていう人がいたのよ。まあ、別に伏せなくてもいいかもしれないけど、まあ、N 村くんね。で、N 村くん。はい、ゴルフ部の N 村くんですよ。で、そいつが、まあ、結構普通に、明るくて、明るいし、モテたし、なんかゴルフ部とかってなんかモテそうじゃん。そんな感じのやつだったんだけど、ある時に、まあ、クラスで、昼休みかなんかの時に、俺、UFO 呼べるって言ったんだよ。そう。で、普段そんな話全然しないやつだったのよ。普通に、なんつーの、まあ、チャラいっていうかさ、いい方向にチャラいっていう、なんつーの、クラスのリーダー的ではないんだけど、人気者だったのよ。そんな彼が、そんな感じの明るい調子で、俺 UFO 呼べんだよね。ベイビーみたいな感じで、言い出して、で、それでなんか、おって、なんか、いつもとちょっとなんか違う具合だな、みたいなさ。いつもなんか、もうちょっと違う感じのノリっていうか、話題のが多いやつだったんだけど、なんか急にそういうことをさ、まあ、いつもの軽いノリなんだけど、いきなり、って何 UFO どうしたみたいな風になるじゃん。高校生ながらにさ。で、それで、どういうことって言ったら、いや、呼べんだって。いや、呼べんの来んのみたいな感じで、なんか、だんだんちょっと熱を帯びた感じで言ってきて、あんまり、そいつがそういうこと、そういう具合の時ってないから、どうしたのみたいな感じで、こう、わーって集まってきてっていうか、まあ、いつもの仲いい連中が、おどうした N 村みたいな感じになってさ、あべん、ちょっと本名を言いそうになったぜ。で、そしたら、まあ、その N 村くんは、いいよいいよって、うち泊まりに来なよ。呼んでやるよ。UFO さ。もう絶対見れっから。絶対見れっから来いみたいな感じでさ。もうスーファミもあるし、来いみたいなさ。なんか、何々のソフトもあるぜ、来いみたいなさ。
感じで、もうガンガンに来るわけよ。ぐいぐい来んのね。で、そしたらさ、もう行くわけ、いや、行かないわけにはいかないじゃん。だからね、確かね、4人ぐらいで行ったのよ。で、そのうちの、3人は覚えてんだよ。で、もう1人はね、忘れちゃったの。うん、まあ、どうでもいいや。うん、それは今のところどうでもいい。で、まあ、じゃあそしたら、俺とあと4人で、N 村くんのうちに、だから6人だね、 N 村くんのうちに泊まったのよ。まあ N 村くんの家族はいたけど、 N 村くんのうちに泊まったわけ。うん、で、まあ高校生だけど、まあちょっとね、そういう友達のうちにバーって泊まりに行ってさ、で、まあちょっとお酒も飲んでみようかなんつってさ、ちょっとやるわけよ。まあ皆さんやるでしょ。じゃあ多少そういうことをやって、で、まあそんな普通に大人みたいにさ、もう普通にこう飲んで何時間も飲んで2軒目とか、そういうあれじゃないから、まあ飲みつつスーファミとかさ、まさに言ってたスーファミでさ遊んだりとか したりとか、あとは何、ビデオ見たりとか、そういうので過ごしてたの。まあ子供の遊びだよ。うん、お泊り会をやってて、で、それで、まあ楽しかったの。でも俺ら的にはその UFO 呼ぶだなんだとかなんか全然忘れちゃったのよ。面白かったし、普通にスト2やったりなんだりとかでさ。そしたらなんか確かね、10時ぐらい、うん、10時ぐらいに N 村くんが、で、まあ、もう終わりって言って、消せ、テレビ消せとか、なんかそんな感じになっちゃって。で、それで、外に出されて、そう、外に出されて、じゃあちなみに N 村くんってよね、そんなこう、うんってこう、ごつい感じじゃないのよ、全然。俺みたいな感じ。そう。うん、まあどうでもいいや。まあそういう感じのキャラなのよ。で、それが、普段柔らかくて、こう、チャラいのに、いきなりこう、テレビ消せっつってなって、まあいいからみんな外出んぞみたいになって、で、それ OK っつって、みんな外出てさ、で、靴履いて外出て、で、N 村くんがこうどうなこうなっつって、もう そこをまっすぐに行って、で、左っつったとかっつってさ、こう道案内されてさ、みんなでゾロゾロさ歩いてったら、小学校の校庭に連れてかれてさ、そうで、なんか、こう、ちょっと、何みたいになるじゃん、俺らもさ。さっきまでさ、楽しかったのにさ、あんまり飲んだことも、そんなに飲んだこともないさ、お酒とか飲んでさ、こう、高揚しててさ、で、スーファミで、トーナメントとかさ、やってさ、こう、表を書いたりとかしてさ、やってたのに、なんだよ、みたいな感じになって、こう、言ったんだけど、で、なんか、校庭に連れてかれてさ、もう、さらに、なんなのってなるじゃん。シーンとしててさ、そう。そしたら、N 村くんが、空を見ろって言うの。そう。で、空を見たらこう、その日は晴れてて、こう満天の星空なわけですよ。うん。そう。で、何って感じじゃん、俺ら的にもさ、こう、わーって見させられてさ、いいからずっと見てよって言われてさ、まあ、見るよね。うん、で、見てんだけど、まあ、2、3分じゃない？まあ、普通に見れててもさ、もうつまんなくなっちゃうじゃん。何なんだよってなりだしてさ、そう、2、3分ぐらい経つと、もう根気が、集中力もないからさ、高校生だしさ、何なんだよってこうやってなってきてさ、まあ、ちょっと不穏な空気になりだしたあたりで、N 村くんがさ、あそこ見てみろって言って、一番明るい星あんじゃんって。あそこの左側とか、なんか言ったんだよね。そこからこっちの方をちょっと見てみって言ったら、こう、星がさ、こういう風に動いてんだよね。なんかこんな感じになって、なんかこんな感じになって、プル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 みたいに動くのよ、星が。明らかにおかしいわけ。
で今考えてもあれ完全にその UFO 的な動きだったのよ。そうで、それがなんでこんなに覚えてるかっていうと、すげえ長い時間ずっと動いててくれたの。それがこううわーって言ってこううんって言ってまたシュッって戻ったりとかして、で普通にさ、この位置関係からしてもすごい距離をすごい速さでやっぱ動いてるっていうのがわかるのよ。うん、なんかその高校生の若さバカさの頭なりにもわかんの。あ、これ明らかにおかしいぞっていう感じで、でその光加減もこう点滅ではないんだけど、こう明るくなったり暗くなったりっていうのを不規則に繰り返しながらサラサラサラってこう動いたりなんだりして、もう結構ね長い時間、おそらく体感的にはもうすごい長い時間だったんだけど、おそらく5分ぐらいでねずっとバーって動いたり、こうピッ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 時に消えてまたついてみたいな感じが繰り返されて、でまあ5分ぐらいで、それである、時にうわーってすごく明るく光ってパッて消えたの。でその瞬間に俺ら全員が、その N 村くんも含めて、なんかすごい怖くなっちゃって、めちゃめちゃ怖くなっちゃって、うわーってこうその校庭から逃げたのよ。うわーって逃げて、でその後の記憶があまりないんだけどね。まあおそらく普通になんかこう強がってまたちょっとビールとか飲んだりとかしてゲームやってんねたとか、そういう感じの成り行きだったと思うんだけどっていう実体験があったのよ。うん、そうで、それでこれね、さ、まあ、こう映像でまあ話すのも難しいんだけど、オチがあります、この話に。映像的にはまあ2つオチをつけ2段オチにできるかも、うん、だけど本当のオチは本当のオチは ここでは言えない。その N 村くんの名誉にも関わるし、その家族の名誉にも関わってしまうので、ここでは言わない。このコロナ関係とかうんぬんが明けて、ライブハウスとかで会ったら、教えてあげるよ。まあ、大したことじゃないんだけど、ここで、大体的には、まあ、言わない方がいいかなっていうようなオチが、本当に最後のオチである。うん。じゃあ、その二段オチの、この一段目のオチは言えるので、それを言います。はい。で、こういうことがあったのよ。で、それで、この話始める前に、何人で行ったとかつって言ったじゃん。大人になってから、まあ、同窓会だなんだとかあるじゃん。うん。で、それでまあ、俺、小学校とか中学校の同窓会はよくあったんだけど、高校の同窓会ってあんまなくて、まあ、個人的に、こう、連絡を取り合って、で、それで、10年ぶりに会ったとか、なんかそういうやつらとかは、まあまあ、いるのよ。で、その中に、N 村くん。N 村くんのうちで UFO を見たっていうやつが、まあ、もともと仲いいから、まあ、会いやすいっていうのもあるんだけど、まあ、結構あったのよ。3人あったね。うん。3人あったのよ。で、3人とも、そんなことなかったよって言うのよ。マジで。3人とも、そんなことなかったよって言うの。そう。これはね、俺もね、N 村くんに連絡取ろうかなっても思ったんだけど、まあ、連絡先を普通に携帯には入ってないっていうのもあったし、まあ、こういう人たちとさ会う時ってさ、大体もう超久しぶりっつってこう飲むじゃん。だからなんか結構うやむやになっちゃうわけよ。うん。そう、もう3人ともそんなことなかったよって、何言ってんのっていう
知らねえっていう。いや N 村覚えてるけど俺らは泊まりに行ったことも覚えてないよって言うのよ。俺は超覚えてんの。そうで それでですよ。で何年前だっけかな、あのソールドアウトが解散して俺がなんかサラリーマンやるだなんだとかって言った時に、そう、あ、じゃあ就職祝いしてやるって言ったのよ。この中の一人がね、この中の一人、190センチぐらいあるやつがいるんですよ。M 神くんっていう人がいるんだけど、N 村とか N 神とかややこしいけど、で、そいつが、飲み会を開いてくれたの、渋谷で。で、その時に、結構集まったのよ。確か、7、8人ぐらい集まって、で、その中に、N 村くんのところに泊まりに行ったやつがもう一人来たのよ。もう超絶久しぶりだったの。これ今こうやってやってるけど最初に言った人数と合ってないかもしれないけど気にしないで、最初に言った時がちょっとカウント間違ってたかもしれないから。で、まあとりあえずまあとりあえず全員揃ったわけ。そうで俺は毎回こいつらと会った時にはその話をしてんのよ。でもいい加減にしろよつって笑われてたのよ。そんなことなかったよとかつってさ。そうで その俺の就職祝いの時に飲んだじゃん。でこうなったわけじゃん。で他に いるんだけど、まあ漏れなく俺はその話をしたのよ。でそしたらこいつは覚えてたのよ。こいつ覚えてたの。そうでこいつ覚えてて、そう見に行ったって言ったのよ。見に行ったって言ってだよねって言って、俺もめちゃ盛り上がっちゃって、じゃあ こいつらこの3人 M 神含むこいつら覚えてないグループのやつらはマジでなって、まあみんなで盛り上がったんだけど、で結局こうバーってこう話すんだけど、こいつ自体は見てないっていうのよ。こいつ自体は見てないっていうの。で、お前ら全員見たんじゃないのって言うのよ。お前ら全員見たと思ってたんだけど、みたいな感じなの。そう。で、結局、だから、見た見ないの話っていうか、俺は見てるわけ。で、この人たちは覚えてない。で、こいつは、その時には一緒にはいたんだけど、見てないっていうのよ。で、怖くなっちゃって、こう、バーって走って逃げたのとか覚えてたやつ楽しかったよね、なんて言ってて。だから、俺はな、何なんだろうって。あれは何だったんだろう、何を見たのかなって思って、だからもう、よっぽど、N 村くんにね、連絡したいなとは思ったんだけど、こんなくだらねえことでさ、ね、連絡するのもあれだから、他に話題もねえしさ、っていう話なんですよ。これ結構さ、長い時間話してんね。飲み屋で結構こういう時間の過ごし方をしてんだろうね、大人は。つうかこれ不思議な話なのよ、めちゃめちゃ。はい、こんな感じですね。まあ今回は番外編、ちょっとねくだらなすぎてすいません、ここまで見ていただいて。まあね、本当のオチっていうのが一発あるんで、いつの日か話せたらいいかなみたいな。まあでもライブハウスであったら全然話すよ。ね、そんな感じ。まあ内容がないよっていうだけで。まあこれは覚えてない、覚えてるとかそういう、なんていうかこういう、そっち系のじゃなくて、こう、現実的なオチが待ってたみたいなさ、感じなので。はい。まあ期待しててください。話せっかな、これ。やばいね。いや、無理。じゃあまあとりあえず気を取り直しまして続きですね。はい、
次から結構ね、やや記憶が新しいところに進みますので、またエピソードも細かく話せるかと思います。はい、今回はちょっとすいませんでした。長いね、ごめん、話の長いジジイの老害でしたね。はい、ではドラガハイでした。またまた、じゃあね。